先手を取った。いっ、まるでだぜ。俺も行くよ。まだまだ行くよ。みんな、お疲れ様。ま、楽勝だよな。はっ、早く片付けましょう。や、丸見えだぜ。動かないで、時間が無駄だわ。行きましょう。これでいいか。きょ、どうこのどうこどうこどうこどうまさか。あまり感心しませんね。よし、よっしゃ、俺の大好きなお宝ちゃん。早く片付けましょう。そら、丸見えだぜ。おまけ、これでどうだい。やればできるもんだね。はっ、調査の邪魔だわ。ほらよ、まだまだ。いつもこれならいいんだけどな。そら、そら、丸見えだぜ。ま、楽勝だよな。なかなかいい木材を見つけた。これで完了だな。こいつは見たことがないな。こういう細かい仕事は苦手なんだ。まあ人並みにはやれたと思うがね。どうこのどうこどうこどうこのどうどれを材料何にしよう。よーし、まだ何が起きるかな。これでどうかな。これ、それじゃあ、やっとの戦力、これ完成したよ。
今日どうぞ。どれを調合しよう。材料何にしよう。よし、いい感じ。どれを使う。便利なスキルを使う。これ、それじゃあ、やっ、どの戦略。これ完成したよ。材料何にしよう。よし、まだ大丈夫。何が起きるかな。うまくいきますように。それじゃあ、やったー。で、どの戦略を。これ完成したよ。材料何にしよう。よし、いい感じ。何が起きるかな。それじゃあ、どの戦力。これ完成したよ。レベルアップ。材料何にしよう。よし、これもいけるかな。何が起きるかな。それじゃあ、やった。どの戦力を。これでいい。完成したよ。この依頼でどう。どうぞ、この、どうぞ、この、どうぞ、お疲れさ。ありがとう。キュッ。キュッ。あり。また。今日どうぞ。どれを調合しよう。材料何にしよう。いや、これでどうかな。順調。それじゃあ、いや、どの戦力。これ完成したよ。材料何にしよう。いや、何が起きるかな。何が起きるかな。それじゃあ、いや、どの戦力。これ完成したよ。材料何にしよう。材料何にしよう。よし、これもいける。これでどうかな。これもいける。それじゃあ、やった。どの戦力。これ完成したよ。
材料何にしよう。よし、始め。何が起きるかな。これでどうかな。それじゃあどの戦力を引き完成したよ。レベルアップ。もう早く決めてくださいよ、レイファーさん。しかしな、何してるんだ。カトラが困ってるぞ。いやね、長年使ってた小銭入れがついに壊れちまってさ、代わりのものを探してるんだけど、安いのがないか探してるんだよ。ふん。あ、それなんかどうですか。普通に使えそうですよ。いや、そいつはちょっと高すぎるよ。中に入れる金がなくなっちまう。いや、そこまで高いか。手頃な値段だと思うけど。そうかい。もうちっと安かったら買えるんだけどね。だからもうこれ以上値切れませんよ。いい加減にしてくださいって。そこをなんとかさ、もう一声。そんな、もう無理ですって。まあまあ、そう言わずにさ、これからもひいきにするから頑張れ頑張れ。まっ、もうやめてあげましょうよ。カトラちゃんが泣きそうじゃないですか。いや、もうわかりました。いい値で売りますよ。売ればいいんでしょ。そうかい、ありがとうよ。ジョーちゃん、将来はきっと美人さんになるぜ。すごい買い物の仕方だな。さすがに迷惑なんじゃないか。まあまあ、このジョーちゃん、最初は俺のこと捕まえてガラクタ売りつけようとしたんだぜ。こりゃおじさんが社会勉強させてあげなきゃと思ってな。商売ってのはわがまま通した方の勝ちだぜ。子供相手に何勝ち誇ってるんだよ。ほら、買い物が済んだなら解放してやれって。あいよ。じゃあな、ジョーちゃん、また来るよ。二度と来んな。ケチだな。レイファーさんってお宝探しをしてるのに、あんまりお金を持ってないんでしょうか。金がないから宝探ししてて、宝探しなんてしているから金がないんじゃないか。なるほど。ちゃんと働いたらいいのに。材料は何にするか。これでいいか。こうしてもいいな。よし、順調だ。これ、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。完成したぞ。材料は何にするか。よし、これでどうだ。うまくいってくれよ。これでこうして、どれを使おうかな。戦力を発現させる。これで、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。材料は何にするか。よし、こうしてもいいよ。
これでこうし、よし、さて何がこれ、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これで完成したぞ。材料は何にするか。エスカ、頼んだぞ。何が起きるかな。うまくいきますように。これでどうかな。それじゃあ、どの戦力を、これできましたよ。材料は何にするか。これでいいか。こうしてもいいよ。まだ大丈夫そうだ。よし、順調だな。よし、順調だ。これ、さてと、よし、どの戦力を引き継ぐかな。これでいいか。材料は何にするか。よし、まだ大丈夫そうだ。まだ大丈夫そうだ。これ、さてと、よし、どの戦力、これでいいか。完成したぞ。さて、どれに、材料は何にするか。これ、よし、こうしてもいいな。こうしてもいいな。こうしてもいいな。よし、こ、さてと、よし、どの戦力、こ、完成したぞ。材料は何にするか。これでいいか。うまくいってくれよ。さて、何が起きるか。これで、これでいいか。よし、どの戦力を、こ、完成したぞ。俺、さて、どれにするかな。材料は何にするか。これでいいか。これでどうだ。こうしてもいいな。うまくいってくれよ。まだ大丈夫そうだ。これ、さてと、よし、どの戦力、これ完成したぞ。さてと、どうすっかな。ちゃんと飯も食いたいけど。何かお悩みですか。ん、まあね、ちょっと金が心細くてさ、飯をどうしようか迷ってたわけよ。なあ、あんたって本当に腕利きのトレジャーハンターなのか。前にも金がないって話してたけど、本当は宝なんて見つけたことないんじゃないか。きっついこと言うね。残念ながら外れだぜ。この町に来る前に、この町の支部が一軒買えるくらいのお宝を売ってきたばかりだよ。そのあたりはハリーの旦那が証言してくれるはずさ。俺っちの見事な腕前をな。むしろそれだけの金を何に使ったらそんなに生活に困るんだよ。別に困っちゃいねえよ。ただ意味もなく使っちまったらもったいねえだろ。いつ何が起きて困るかわからない世の中だしな。節約の精神は大事だぜ。それはわかりますけど、そんなに節約したら大変じゃないですか。そうだね。山ごもりでもしてたら違ったんだけどさ、町にいるとどうしても出費が減らせないもんだ。飯を食おうかと思ってたけど、しょうがね、水でも飲んで過ごすか。極端だな。安い定食でも頼んだらいいじゃないか。
あんまり無理すると倒れるぞ。大丈夫だって。前に遺跡の入り口が倒壊して飲まず食わずでも3日は耐えられたしな。無茶するな。そんなにお金を貯めて何か使う予定でもあるんですか？なに、そんな大した予定もねえさ。ところで2人はこれから飯かい？だったら一口分けてくれねえかな。いや、考え中だけど。飲まず食わずで3日耐えられたんだろ。今度は水もあるし頑張れよ。冷たいこと言うなよな。仲間を助けると思ってさ。助けるって別にいいですけど、レイファーさんはケチなだけじゃないですか。おいおい、ケチってなんてこった、否定できねえ。いや、否定も何もその通りじゃないか。